さあとりあえず次はね、さっきのウソッキーのとこ行こうか。そこにアイテムが見えているじゃないか。ゲッチ、ここヌシールをきれいに釣り上げて手に入れた。すごい器用だけど、そんなに演出に時間使わなくていいよ。そんなに演出に時間使う必要あった？普通に使った瞬間に手に入れたぐらいでよかった。そしてこの上アイテムあるね。あ、カリキリが飛び出してきた。炎の牙、ぬりゅん。ダッシュゲットだぜ、元気のかけら。あごちむし、炎の牙である。とかはグンボスである。電流の進化30ぐらいだったような気がするんだよな。まあ記憶は曖昧です。そういうのはポケモン博士に聞くといいのじゃ。博士、牧場にもあったよね。ヌシール集めに行くのめんどくせえな。じゃん、水セット、かわいい。水セット使えるポケモン一人もいないけどな。さっきとやらも調査対象。あー、また来た。苦手な水を浴びないように植物のふりをしているとは。塩ニラ隊長、調査通りですね。ポケモンを調べねばポケモン勝負に勝てぬからの。アローラ、我々が馴染みの薄いアローラのポケモンを使う理由も必要ないのである。俺ミリン、ポケモン勝負のお相手お願いできますか。脳筋お姉ちゃん、ではベベノムで。ベベノム、アローラ、あー、ムキムキじゃん、ムキムキだ。ちゃんと代表にお小遣いもらってきたか。ベベノム、おっと、なんか初めてで見た。なにこれ、やることは変わらないんだけど。えい、炎の牙で力押し。ベノムショック、あ、毒か。結構痛い。まあやることは変わらないけど。よし、やったぜ。恐竜みたいだよね。タタタタン、イバルを覚えたい。イバルって攻撃に段階アップする代わりにピオルかなんかだって。相手を怒らせる代わりに、相手が攻撃力2段階アップか。こんなもん使えねえよ。弱いのはベベノムではなく私です。トレーナーの私なのです。480円、これお守り小判使って480円だからね。240円でしょ。代表からちゃんとお小遣いもらってる？調査費用とか出てないの？ベベノムについての理解を深めることができましたが、ポケモン勝負はまだまだのようね。お主の Z パワーリング、その光懐かしさ感じた。先祖が見ていたという輝き様、さてそれを調べるのが我々ウルトラ調査隊。おかしな人たち、おかしなポケモン使ってたね。まあいいや、おかしな人もさっきもいなくなって取れるようになった。俺あげちゃう。神秘の雫、ウソッキーたちロイヤルドームで鍛えるかな。ロイヤルドームではバトルロイヤルができるんだぜ。バトルロワイヤルができるんだぜ。
ラジオ体操でもしているのかな。ラジオ体操第一、ストレートストリート。はっ。キャプテンカキさんにダン、これダンスではない。トレーニングトレーニングダンスもボケモンもトレーニング。プリンとププリン、あらかわいい、ププリン、横 B で叩く、それはスマブラだ、燃やし尽くしてやる、プリン、プリンはノーマルフェアリーかな、アク、アクはフェアリー効かないんだっけ、メタルクローじゃ、その元素を燃やし尽くす、メタルグロー、あいつ飛んでるぞ、効果はバズーンだ、ププリンって中華まんみたい、そろそろダグトリオ30ぐらいだっけ、ダンス親子、ダンスダンス子持ちかい、子供の前で親からカツアゲっていうね、エアロバキバキくんみたいだよ、下に行く、おっとアイテム、下画面見ながら動いてたらこのアイテムちょっと見逃しちゃった、ここアイテムあったよね、おっと見つかった、はっ、ドキモンブリーダーのウィリアムです、雨火事、甘髪違います、まあ草だな、甘まいこ、まあ燃やし尽くそう、おお燃える、メリープは電気、サラサラにちょっと役立ってもらいましょう、たまにはお仕事お願いします、地ならし、どーん、めっちゃ強い、群抜の効果である、俺オス、オラブリーダー負けてごめんす、アズカリアさんおすすめっす、はい、ここアイテムあったはず、覚えてる、あ、シルバースプレーだ、法律ナンバーワンのシルバースプレーさんじゃないですか、寝言、あ、あと5分もう食べられないよ、基本の寝言である、詰まってる、何やつ、ペペリンだよ、こいつは捕まえておかねばなるもいいな、刻めるか、刻める、今一つ、今一つならちょうどいい、おおしよしよしよし、天使のキッス、にゅ、あらかわいい、混乱しても別に今からモンスターボール投げるだけだからどうでもいいよ、この天使、プリン、ププリン、プリン、プクリンだよね、あらかわいい、ププリン、プリン、ププリン、ププリン、ビビビ、束になっては放っておくとずっと歌の練習を続ける、喉を痛めないように休ませてあげて、ププリン、プリン、プリンと言ったら眠るだよね、膨らんできた、大きくなっちゃった、ね、
肉まんにしか見えないんだよ。中身は肉が入ってるからねっていう。ちょっと強さをチェック。天使のキス、はたく、丸くなる、まねっこ、一ポイント高いよ。勝ち気、能力を下げられると特攻がぐんと上がるね。物理技しかねえけどな。木星芸、イベントイベント、あ、ハプーさんじゃないですか。ムヒヒヒウユン、ちょっと手を貸してくれぬかな。ロリババア、ババアロリ、よよよ、ケツ向けないよ。ユウ、メレメレのポケモン取るんじゃないですか。ポケモン泥棒だが、お主知り合いなのかね。うわ、ちょ、覚えてないっすね。わらわら、ハープーでござる。都会はすごいの。ポケモン泥棒が道路と街をうろついておるとはの。そなた一人に任せるぞ。泥棒じゃですよ、ビジネスじゃねえすか。メレメレでしくじって、あから飛ばされて負けるもんですか。シャキン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 、チタッパが現れた。スリープ、ニーン、ハンドパワーです。噛みついたら終わるだろ。ガブリンチョ、効果は抜群だ。ほんと何しにいたの。所詮下っ端か、すっからかんだわ。でもさらにそこから金を奪っていく私は鬼畜。いっぱい失敗、涙酸っぱいじゃないっすか。むひひ、バンバドロ、こいつら踏むのかの。後できちんと洗ってやるぞ。え、逃げるっすか、さよなら、つけるっすか。もう一度言っておく、相棒がスカスカ言ってるのはキャラ付けだからな、覚えとけよ。ほら、帰れるか。ふわふわふわする。お、自分で戻っていく、よかったぬ。お前の名前は集約、優位なじや、心根の良い戦い方じや。ワンパンでしたけど、どこかで会おう、助けてくれたお礼もしたいしな。ひひー、うむうむ、バトルロイヤルをしてみるといい。そなたの強さなら大丈夫とバンバドロも言っておるぞ。じゃあの、ロイヤルアベニュー、どんなところ。前やった時ね、このまんま右行っちゃったんだよね。あなたのポケモン鍛えた方が良さそう。お姉さん、大人のお姉さん、レイコン、三上レイコン、極楽に行かせてあげる。カラカラ、地面、あれ、このカラカラアローラのカラカラじゃないのか。炎を地面、ん、俺の二度蹴りをぐらい、まあ、力押しでいいか。二回使えば倒せるだろ。骨ゴンボ、痛い痛い、これはかなり痛い。そんなに痛くなかった。おらおら、やったぜ。トゥルルルン、大人のお姉さん、なんて立派な。お姉さんから教えることはナッシング。お得な掲示板、ポケモンが懐きます。あれ、壊れる。やったぜ、不思議な雨。ケンタロスのパワーってすげえ。ここなんかあるよね、明らかに怪しいもん。フラダンスお姉さん、アローラアローラトレーナーさん、いらっしゃい。はん、ダンサー、誰がダンサーやねん。マイカさんです。踊り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 、フラダンス、炎か、
ピンクなんだよな。うん、噛みつこ。エスパー耐えた。あ、でもはめた。ぬぬぬぬ、気合いダメ。いいか、これ確か会心率アップだったはずだ。フラ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 、卵を持っている人が多くてと人が多く通るからダンスで応援ね。ここか。あらあら、踊り踊り。一応これ捕まえた扱いになるの？捕まえてることになってるね。じゃあいいか。ガブ。よし。ぬるぬぬん。ダッシュ。ここも怪しくね。敵め。あ、ププリンだ。炎の牙。よし。すごい火力。単純に三進化の1回目だから弱いんだよね。どうだい？ほら、あると思った。インドメタシン。インドメタシン配合。タウリン、ゼンミリグラム配合。おじゃりんどりん。またお前か。噛みつくって言ってるでしょ。正直ね、あの舌で舐めるを刻み技にするぐらいだったら峰打ちを覚えりゃいいじゃねえかって話なんだよな。突進、突進強い。充電いらない。よし、下に参る。多分ホテルは行けないかな、まだ。ほら、お前ほんと邪魔すんな。お、あれ、お花タウンは4番道路からでしたっけ。おや、ちょっと待って、あんま回復してないよ。あ、びっくりした、卵だ。生まれる生まれる。キャンセルキャンセルキャンセル不可。ヨッシーの卵です。EV です。あ、今回何にするか考えてなかった。あ、何にするかを前提なんだけどな。グレイシア、グレイシア。だから名前も何にするかに合わせていつもしてるんだけどな。今回何にするか考えてなかった。耳がピクピクしてる。まあ自分のポケモンだったらいつでも名前変えれるからね。 EV にニックネームをつけますか。うん、じゃあね、 EV だから、イブリン。あ、なんか微妙に聞いた。イブリンの胃が小さい。とりあえずイブリンにしとこう。なんか聞いたことあるな。オスだこいつ。空間研究所。アーカラ島には3人のキャプテンがいるんだよ。知ってます、シールある。ヌシールゲットだぜ。ここにもあるじゃん。入ります。どうも。空間研究所に行くのねって言っても上だけ。は、博士は留守なの。まだ行けない。
ここゲーフリだっけ。ピカピカにしたらクリア。そじゃゲームみたいなものっさ。にんとゲーフリだ。ピッピかわいい。ゲーフリだ。チャオン。主いる。ゲームのアイデアが書かれている。ちょっといじってみようかな。ゲームディレクターロトムズ館面白いでしょ。また店に来てくださいね。ロトムズ館ね、寂しがり屋で鬱陶しいんだけどほっといてもいいだろう。そうですか、僕たちが作ったゲーム、どの色。緑。ポケットモンスター緑。 Going my way。 島巡りしてるんだら終わったらおいでよ。終わってから来たからな、前。ゲームリークのみんなは甘いものが大好き。お菓子、え、甘いドリンクあげちゃう。ミックスオレ。自販機、おいしい水しか買えない。この冷蔵庫、甘いものがぎっしりと。そこのさ、ドリンクポカリにしようぜ。よっと。色違いのポケモンは4000匹に1匹じゃまず出ねえな。さらに上。お、こんなところにシールが。お、ここはエーテル財団。使うため、お城半分で。下っ端は知らないのか。エーテル財団では傷つけられたポケモンの保護を行っておりますと。いろんな事情があるけど、取れなくなった時は、ボックスのポケモンは知り合いに引き取ってもらうか逃がすかするのね。どうしても逃がそうとしても野生に戻らないポケモンが1匹いるの。探しましょうか。ではこちらのボールを。残されたボールを手に入れた。え、誰のモンスターボール。ポケモンの幸せとは何だろう。そもそも幸せとは何だろうってね、哲学。ごきゅごきゅ、水飲んでる。おいしい水欲しがる人もいると満タンだろう。おいしい水を欲しがってるっていうかね、おたまじゃくしとかカエルだから水が欲しいだけ。この先はなし。はい、かい。お客様のポケモンを散歩させておりますよ。ジャウジャウ。こっち行けんの？あ、もう行けるんだ。でもまだだよね。ディフダトンネル。火器の後だったよね。ロトムズ館だ。フェスサークル楽しんでる？トンネルマニアとしては関東のディフダ7とアローラのディフダトンネルは押さえておきたいポイントですよ。ディフダトンネルならこの下。マンタインサーフボード屋？サーフボード協会？そういうのもあるのか。アローラに4つあるサーフスポット。記録を塗り替えるようなとんでもないマンタインサーファーにお目にかかりたいものだ。ビガチュー！ビガチュー！使い込まれたポータブルラジオ。懐かしのサーフミュージック。なんか調べれるものないか連打しながら行くっていう。満タイノリノリアローラ気まぐれな波。4つの記録を塗り替えたら来いということでね。わかりました。シールシール、ね、シール。お、そろそろ30枚。とりあえず回復しておくか。よし、回復お願いします。さあ、いい部位か。とりあえず預けとくか。進化進化。プリンにするにはずっと入れとかなきゃダメなんだよな、夏希だから。次の卵を孵化させるときに一緒に連れて歩くといいかもしれない。
やったのヤドンさん、君の番だ。はい、僕進化する。ヤドン、水エスパー、火器の試練には一応突き刺さるが、どうにかなるかな。よし、オーケー。